私剣持とやちょっとあることに気づきまして、そのツイッターを見るにあたってちょっとね気になる部分があったんだよ。こちら今剣持とやのヘッダーなんだけど、僕ヘッダーっていうのにあんまりこだわりがなくてですね、毎年実はヘッダー変わってるんですよ。それは僕が毎年変えようっていう意図したものではなく、4月1日にヘッダー変えてくるやつがいるんですよ、エイプリルフールに。でそれで変えて、勝手に変えるもんだから元のヘッダーが残ってないんですよ。元のヘッダーが残ってないからしょうがなく新しいのを作るしかないじゃんって、毎回新しくして、もう今回省エネでこのね、いつものこれの待てになってるんですけど、他の人もっとかっこいいかもしれないっていうのにちょっと思い至りまして、ちょっととりあえず他の人をさ見てみよう。ちょっと今フォローからなんか、あーちょっと外れ引いた、あごめんなさい、外れ、こういうことをしてる人です、こういうことをしてるんです、狙いすましてこれをやってます、なんか営業妨害みたいな。あーこういうのいい、この新人で引き算の美学、早い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 って、ここまでたどり着くの空白が多いって。始めたてってさ、ラッパーだったらさ言葉めちゃめちゃ詰め込んじゃうのよ。みんなのリリムちゃん、あすいませんね、こらこらリリムこらっつってね、ねうーわ3体いるじゃん、すごいよ、ブルーアイズアルティメットドラゴンかと思った。アカデミーで習ってやがんだこいつら、ヘッダーの作り方かー、やらしいね。うわちょっと待って、ブランドじゃんこんなん、やばい、置いてかれてるかもしれない。ちょっと待って、一瞬戻る。あーなんか逃げてる感じがするもんな、そういうことができないから、本気出せないからそれで逃げてるみたいな、運動会の準備運動本気でやんねえやつみたいなさ。ローレンはさすがに、うわーお前害虫か、カイダハル、うわーハッピーバースデーって書いてる、ハッピーバースデーじゃないのに。イブラヒム、うわー来た、同格が来た、よし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 、同じです、同じ、全く同じですね。これ離れてみたら一緒です、僕のと一緒でした、よし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 、このレベルもまだいるんだ、絵かな。ロフママで無人島行った時にドライバーで魚さばいてる絵描いたから、それを使うのもありだよな。フワッチ行っていいか、かっけえ、ちょっと待ってかっこよすぎだろ、害虫かフワッチうわ良さそう、おーなるほど、いい、何持ってるの、手でかくね、グラスそう持てる、まあいいや、うん、あ最近出ました恐怖オールバック、一回下ろした後また新しく出してるんで皆さんチェックしてください。そしてショート、 YouTube ショートの方でも出しておりまして、鏡隼人、うわあいいな、ロゴか、チャイカさんは確かにここまでいけてればね、まあでも多分チャイカさん本当に好きな人はもう目に馴染んで、これでは何も思わなくなってるんでしょうね、ツイッター飛ぶんで、うん、イブラヒムくんだけか僕のと肩並べられる人間イブラヒムくんだけか、すごいもう遡りまくってマジで黎明ゾーンに来てる。ちょっとスリップしてるとはいえ、あスリップしてるからいないの、めっちゃいいじゃんこれ、そういうね、あーなるほどね、そういうのもあるか。歌子姉さんはあれ裏切り者、まあ確かにな、自分がいたんだっていう認識があったら常人に紛れることができるって、これキンブリーと同じですね、鋼の錬金術師の。僕が映ってないなこの歌僕もどっかに立ってるはずなんだけど映ってないな、うん、映ってた、僕映ってた、真ん中にいる、ま、あこれだ、いました、これでしたね、髪飾りかと思いました、あんま自分の顔面を髪飾りとね誤認する人いないと思いましたけど、僕がそれでした。わかりました、皆さんエモいなんかイベントがある日にすると、自分はこれだけの興行を成し遂げたぞという歴史を一発で見せることができるので、案件先や他の企業様に対しても自分の市場規模を教えるとともに、文脈、今までねこのような歴史があったぞというキャリアの長さ、そしてそこに至るまでのね大きい箱であったりに出ましたというね、ある程度自分の安全性でありましたり、この業界における地位のね盤石さを示すことができるということですね、うん、今の僕の喋ってるところは全部ぐるぐるでね届いていないそうです。もうね皆さんハッピーバースデーと言ってください。ヘッダーが新たになるということは新たな VTuber ライフの始まりと言っても過言ではない。
っしゃあれおかしいなあれまあまあまあ、しょうがない、うん、うわもうこれイケメンじゃん。すいません、イケメンでした。